ずっと一人ぼっちだった春野美月。そんな彼女の前に現れた4人のバスケ男子。あなたたちみたいなチャラい人たち苦手なの。チャラくはないな、みんなマジでバスケやってるから。彼らは仲間思いで何よりバスケに真剣に向き合っていた。一緒にやろう。そんな彼らと接するうちに次第に心を開いていく美月。絶対全国行くぞ。全国大会に向けて努力する彼らの前に現れたのは、久しぶり美月。ただの幼馴染です。優勝候補のエース神山綾。負けたんだぞ。悔しくねえわけねえだろ。仲間である朝倉とわと幼馴染の綾との間に揺れる美月。仲間っていいよね。美月も仲間だよ。そしてついに彼らの運命を決める時が訪れる。これは友達と一緒に小さな夢に向かう物語。春夏僕ら行くとせるよー。